そういう仕組みになっております。あとですね、今日注意点、市民放送局さんが今日撮影に入ってます。カメラとか、ありますので、もし映るとやばいという人がいたら、いますか、映るとやばいという方は。大丈夫ですか。はい、後で消しますんで。大丈夫ですか。はい、ですね、放送局さんの今日インタビュアーの方、大江さん、このフェイスブック交流会が今後ともですね、2500、4000、5000と輪を広げていただくのを心から応援をしつつ、ぜひ19年、20年、2年続けて世界のビッグスポーツイベントが来るということも頭の隅に置いていただきながら、この交流会のもうふんわかとした雰囲気の中で盛り上げていただければとお願いを申し上げて、杯を持っていただけますでしょうか。この交流会のますますの繁栄をお祈りを申し上げて、皆さんよろしいでしょうか。乾杯。調布のフェイスブック交流会が登録者数2000名を超えました。本日はオフ会の様子をお送りいたします。それではちょっとインタビューしてみたいと思います。普段は何されてるんですか。私は障害なくて辞書とか書かなくて聞こえて、はい、っていう人、はい、それは仕事です。元々は、まあ、調布に住んで今4年なんですけど、調布で何かしら仕事したいなと思いまして、調布のつながりになんか集まれたらなと思って、去年初めて来させていただいたんです。もし何か前に出て、自分のイベントとか、事業とか PR したい方がいたら、はい、物持って前に来てください。ここからはですね、ちょっと司会を、プロの司会者に変わりますので紹介します。吉本の芸人さん、ランスターズの小宮さんです。今ね、紹介していただきました、ランナーズの小宮と申します。ただですね、せっかくなんでね、もうちょっと拍手いただきたいですよね。ありがとうございます。今調布に住みまして4年目です。つつじが丘に住んでおります。今ランナーズの小宮として、いろんなマラソン大会や、走ってます。普段走ってます。はい、で漫才もやらせていただきながら、フェイスブックの交流会をね、知って、今日当日来させていただきますって連絡させていただいたら、この後の司会お願いしますってお願いされまして、当日にこんなお願いされることってあるんですね。ありがとうございます。ということで、僕何の名前も知らないんですが、この後、PR したい方を紹介していくという流れになっているみたいなので、何か PR したい方、そちら女性のお姉様が来られました。いいですか。拍手をお迎えください。皆様こんばんは。背骨コンディショニングという、腰痛や肩こり、膝痛、頭痛だとか耳鳴りだとかめまいだとか、とにかく、病院に行くほどじゃないけど、なんか体に不調があるという方、手を挙げてみてください。結構見てますよ。私は若葉町に住んでいるんですけど。若葉町ですね。調布歴は
ません、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。目黒で制作会社をやっております。はい、いいですね、あの人付き合いが増えました。あ、それがいいな、コミュニケーションって。あんまりその20年間ずっと目黒に通ってたから、調布でそんなに知ってる人もいなかったので、知ってる人が増えたっていうのは良かった。そうですね、できるだけこうやってお知り合いになられた縁とかっていうのを大事にして、そういう人たちと何か一緒にあの企画とかイベントもそうですけれども、どうすれば街が良くなるかっていうところを一緒に考えて実現させていくところをやっていきたいなと思っています。調布市内で PR したいことは山ほどあってね、まあ、今認知症が専門なもんだから、認知症のことだとか介護のことだとかもちろん PR したいんだけど、でも Facebook 交流会はそうじゃなくて、もっと調布楽しいねっていうね、そういう書き込みがいいなと思ったんです。まあ、仕事のことは全然書き込んでないです。もうすごいたくさんいます。どなた？いや、もう今日受付の方々もみんなそうですし、あの逆にリアルに今日会うのが初めての人もなる。 Facebook のネット上ではまあ何度 なんかやり取りしてるけども、実際に会うのが初めてみたいな。そこはやっぱオフ会でいいと思います。あ、なるほど。知った気がちょっと前で覚えた内容ですけど、まあ、調布に住んで4年になるんですが、すごくいい環境で、まあ、いろいろ情報があったらいいなと思って、で、まあ、これにたどり着いて、はい、そしてあの駅前のタコ公園がなくなっちゃうとか、あとはあの夏フェスとホタルが出る情報とか、はい、あと宇野川にあのよりかもめが飛んできたので前情報もいただいて、あの走りに見に行ったりとか。はい、普段はですね、ショップアットホームっていう、あの市民活動をあのちょっとお手伝いを。そうですね、あの私としてその皆様が健康でいられるように、あのその専門のコンディショニングっていうのを教えていただいて、まあ、調布の皆様が健康でね、楽しい生活が送れれば幸いかなと。はい、やっぱり健康なくしてしまうとお仕事もできないですし。はい、普段は新旧整骨院を経営しております。整骨院、はい、どちらでですか。あの調布の東口から徒歩3分のL 整骨院です。仕事はパソコンのコールセンターの仕事をしてます。場所はどちらになるんですかね。武蔵小杉の、はい、今お住まいは調布市ってことですか。出身は調布です。調布市出身の調布町、はい、ずっと調布にいらっしゃる。はい、いや、ここまで大きいとは思わなかったので、意外に身近な人がいろいろとその、今は電気通信大学の大学院の修士2年生です。ただ今日付けで休学をしたので、これからちょっと1年間自由の身でやります。と1000人達成の時も参加しています。あの Facebook を見て、早速行きたいと。仙川を拠点に、まあ、お店はなくて、増加の店舗の装飾だとか、まあ、あとは生け花の仕事をしてます。花を飾ったりとか、はい、生け花の方でいうとなかなかこう、仕事になりづらいっていうこともあって、だけどこう自分ではこういろんなところにたくさんの場所にお花を飾りたいなという、そういう場所を作りたいなと思って、今あのもう無料で花を飾るあの池込み100プロジェクトっていう、プロジェクト、自分でやるプロジェクトをやってます。はい、柴田さんと一緒にサイボーズ株式会社で働いております。どういったきっかけでこれは柴田さんから誘われたっていう形ですか。そうです、柴田さんから市長もいらっしゃるし、サイボーズで今取り組んでいる地方創生のイベントをぜひあの調布さんでも開催してもらえるようにあの宣伝しに来ました。こう初めての参加ですか、オフ会っていうの。そうです、みんな楽しそうだなと思いました。初めてお会いする方たちなのに、まあ、調布市っていうキーワードをキーにしてなんかつながれてるなっていうのを感じます。住んでるのは調布の染地なんですけど、仕事は吉祥寺で着物屋をやってます。
着物を販売しているということですか。そうです。もう4年後に調布市でまたオリンピック、パラリンピック開催されますし、その布のテーマで着物っていうのはこの先展望としてはすごく素晴らしいなと思うんですけども、どうでしょう。実は調布市の市役所の方からもオリンピックで外国人の方々を浴衣、まあ、夏ですから多分浴衣になると思うんですけど、和装でもてなそうっていう動きを市を挙げてやりたい、でちょっと僕も呼ばれてそういう会議に参加していて、なるべくっていうかもうできる範囲でその僕の持ってる力を生かして協力したいなと思います。川村さんは、お仕事は普段何されてるんですか。着付けの仕事と講習したり、あと着物と古い着物と工具を預かりしたりバッグを作ってリメイクみたいな。それは調布市で やられてるんですか。調布市でやってるので自分の住まいで、調布市のどちらにお住まいなんですか。北陵の方。緊張しちゃいますけどちょっと隣失礼しますね。普段はお仕事何されてるんですか。結婚相談所こうしてます。それは調布にあるんですか。特にオフィスは構えてないんですけども、結婚したい方の、近くのカフェでお話しして、基本的にはお見合いでホテルとかとかでしてもらうので、特にオフィスとか必要ないんですけど、まあ、基本的に皆さんちょっとこう理想が深いので、これだとマッチングしてもらう、マッチングがちょっと大変かなっていうのがあります。なんか調布フェイスブック交流会同士で結婚をつなげたとかそういうのはまだないんですか。まあ、ないですね。でも地元に根付いてそういう人を増やしていけたらいいなと思って、まあ、入って興味があったっていうのは実はあるんです。食品会社の営業です。会社はどちらですか。会社、場所ですか。天王座へ。でも全員皆さん初めて、はい、まあ、趣味が写真なので写真を撮ることだったり旅行行くことだったりするので、まあ、そういうことを発信しながら、また知り合いも増やして友達も増やしていけたらいいなと。店長にちょっと聞いてみましょう。このポーチはどういったポーチでしょうか。こちらはですね、子育て支援でおつながりができました葉山の子育てスクールパラダイスさんが、チリのお父さんたちとコラボレーションして作ったフェアフレームのバッグです。ポーチですね。業の方まだいきます。じゃんけん。3名、じゃあ前に来てください。それではここで3人で名付けしていただきたいと思います。拍手おかしいですから。いきます。最初はグー、じゃんけん、はい。あらわさ。おめでとうございます。PR は何かありますか。いいんですか。はいですね。募集中なんですけれども、私普段ですね、非営利でプログラミング教育の普及を全国でやっておりまして、小学校を対象にやっております。で、はい、小学校の先生方にですね、対して無料でワークショップとかを行ったり、子どもたちに向けてですね、無料でプログラミングって何だっけとか体験のワークショップをやっておりますので、学校の先生方もちろん市長もご興味がありましたら声をかけていただければ、はい、全国どこでも無料で出張いたします。お名前は高木浩太と申します。高木浩太さん、ヒゲの高木と、はい、コミケの高木と、はい、覚えていただければと思います。ヒゲの高木さん、はい、はい、ありがとうございます。まずじゃんけん。やった。パーの方、パーの方だけ。パーの方だけいきますよ。まだいきますね。じゃんけん、はい。グーの方、一人ですか。おしゃれにしたところをこっちのサンキューで乗せていただく、はい、コラボしたいと思います。はい、僕の前でね、ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということで、ジャンケン大会は以上になります。で、ここは8時までなので、まもなく、皆さんご飯も食べて飲みましたでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？ありがとうございます。では最後締めの言葉で大丈夫でしょうか？はい、はい、そうです。最後この、はい。では、柴田さんお願いします。どうもありがとうございました。ランナーの小宮さんでした。はい、それでは8時になりましたので、ここで締めのご挨拶です。毎回、大体、無茶ぶりをします。青木先生、なんか立ってるから。いやいやいや、すいません、今日、飯野先生がいないので、代わりにみたいな感じで、すいません、青木明奈と申します。何を締めればいいですか？締めはこれで終わりです。こんなね、アットホームないい会のある、ところないですよね、師匠さん。まあね、あまり聞いたことないですね。はい、今後も、2500、3000と言わず、もうどんどん、市民全員が入ってしまうぐらいの、会になったらいいなと思います。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございます。皆さん、明日からも調布のために頑張りましょう。素晴らしい。最後ですね、皆さんで写真を撮りたいと思います。何枚もいきますか？はい、一年顔で、はい、超コミュニティ2000人おめでとうございます。3000人目指すぞ。そしてランナーズ小宮を調布の観光大使に。市長さんお願いします。市長が頼りないから見えない。見えてる？こっちだよ、こっちだよ。俺じゃないよ。どっちっすか？両方見て。フェイスブック交流会のオフ会に参加された感想をお伺いしたいんですけども。我々行政っていうのはそういう大きな集団があると何かやっぱり事業にとこう発想するんですけど、そうではなくて逆に こちらがやっぱり主導していろんな提案をもらえて、やっぱり我々行政が参考にさせていただく、そういう存在でまた会員を増やしていただくとありがたいなと、そう思いました。主催者の、柴田さんがいらっしゃいましたので、お話を伺いたいと思います。このフェイスブック交流会を作られた目的というかきっかけっていうのがあれば教えていただきたいんですけども。そうですね、最初のフェイスブックやり始めた人がいっぱいいて、質問が多かったので、でこのグループでやろうと、特に調布の周りのメンバーから多かったので、じゃ調布フェイスブック交流会にしちゃうかなというのが、もうこんなの綺麗です。非常に気軽な感じで。今回2000名を超えたということで、記念のオフ会だと思うんですけども、このオフ会っていうのは何回ぐらい確保されてるんですか？1500が2000だから3回目です。どうですか、この2000を迎えてこうオフ会をこう実際に主催されて、何か今思うところというか。そうですね、まあ、このままのんびりと増えていけばいいな、特に記憶がなくて、はい、でも結構目的はですね、さっきもちょっと言ったんですけど、防災関係で災害が起きた時にみんなが地域 の様子を写真で載せてくれると非常にすぐに分かるので、それにつながればいいかなと。そういう人たちがいっぱい増えると、もし災害が起きた時に役に立っていいかなという、そんな思いがあるので、だそれのためには日々活動しないとちょっという時はできないので、なので普段はレストランとか風景とかそういうのをアップしてもらうと、いざという時は災害の被災現場とかもらうのはなんかいいのかなという。今2000人とか増えてきてますけども、まあ、今後の展望というか、例えばもっと人数増やしていきたいとか、今おっしゃった目的、災害面のことでもっとこうしていきたいとか、なんか
このフェイスブック交流会 の将来的な展望みたいなのがあったら教えていただきたいんですけど。そうですね、次の目標はまずは3000人で、はい、で中でもアクティブな人を増やすのが次の課題ですね。なんかオリンピック・パラリンピックと、まあ、調布市でまた4年後迎えますけども、それについて調布フェイスブック交流会で考えていることとか今そういうのはまだない感じですか？そうです、特には考えてはいないんですけど、多分これからいろいろ盛り上がると思うので、それをうまく形にできればいいかな、はい、思います。なんか実際に今日来てみてすごい素敵なオフ会になってたんで、まあ、とってもいい、素晴らしいなと思ってます。どうもありがとうございました。調布の中で Facebook に掲載するだけで情報が2000人以上に伝わることってすごいことですよね。今日は大いに盛り上がりました。今後もますます参加者が増えることが予想されます。本日は映像等いろいろな媒体を通して調布の情報を発信している調布市民放送局とコラボレーションしてオフ会の模様をお伝えしました。お伝えしたのは百瀬豊でした。またの機会にお目にかかりましょう。この先もこれからも